中国がいよいよフィリピンとの小競り合いに中国海軍山東空母を展開、フィリピン沖に出現との情報をキャッチしました。今回はこのフィリピン沖に出現した中国海軍山東空母に一体どんな意味が隠されているのか詳しく見ていきますね。世界に知れ渡ってしまった横取り、南シナ海を我が物顔というのも気に入らないですよね。フィリピンも踏ん張っていますが、空母を差し向けるまでとは、中国もかなり焦っていますね。ウイグルや香港は、今ではめちゃくちゃになっている。崩壊だ。2024年7月1日付で、中国メディアの環球時報が、中国人民解放軍海軍の航空母艦、山東の動向を報じ、同艦が、フィリピンの近海に進出したことを中国国外のメディア報道をなぞり伝えた形である。環球時報とは中華人民共和国を一党独裁で支配する中国共産党の中央委員会が発行している機関紙人民日報の配下にあるメディアで、共に同国政府の政治的なプロパガンダを敷衍する位置づけにある。ただし、今回の航空母艦山東の動向の記事において、環球時報は前述したように、海外メディアの報道をベースにした内容を報じており、対外的には、いかにも公正なメディアであるかのような印象を一見すると受ける。しかし、アメリカの国務省は、2020年の中盤、環球時報は、こうした公正を装った中国政府のプロパガンダメディアであり、対外的に、中国の行動を正当化するための成功工作を行うための機関の一部だとして、注意喚起を行っている。さて、今回の環球時報が報じた中国海軍の航空母艦山東の動向に話を戻せば、同艦はフィリピンの首都マニラのあるルソン島から西方海上のおよそ 370km の海域へと進出したとされている。中国海軍の航空母艦山東は今回このルソン島から西方海上のおよそ 370km の海域へと単独で進出したと報じられているが、この海域へ中国海軍の航空母艦が進出したことはこれまでに前例はなかった。このことからも今回の航空母艦山東のルソン島西方海上への進出が南シナ海のセカンドトーマス礁の領有をめぐって中国とフィリピンとの対立が激化している現状において中国側が軍事的な圧力を強める意図があることは明白だろう。こうした誰の目から見ても明らかな中国側からフィリピン側に対する軍事的な圧力を誇示することを目的としたであろう行動について、環球時報の記事では自国の行動を正当化する内容を掲載している。その説明は中国の軍事専門家の見解という体で記述されており、今回の山東の行動も中国海軍の航空母艦が南シナ海や西太平洋で展開している訓練の一環であり、既存の訓練の延長線上にあると主張している。中国海軍の航空母艦が、こうした南シナ海や西太平洋で訓練を行うことは、中国の国家主権や支配領域の安全を守り、その防衛能力を向上させるものだと述べており、まさに、中国政府の立場を代弁し正当化するためだけの理屈を並べている。確かに、中国は、経済的な発展を、後ろ盾として、近年は、海軍の増強を続けており、同海軍の最初の航空母艦である遼寧や、今回の2隻目にして、国産としては、初の山東を用いた軍事演習を、南シナ海や西太平洋で行ってはいる。中国海軍は、すでに、3隻目の航空母艦にして、これまでの遼寧や山東のスキージャンプ式の形式を改め、アメリカ海軍の原子力空母で採用されている発艦にカタパルトを使用する3隻目の復権を2022年6月には進水させている。この初のカタパルト装備の復権が収益を果たせば、ようやく中国海軍も3隻の航空母艦による常時1隻以上の稼働状態を実現することになると思われるが、その時期も来年2025年内ではないかと目されている。ただし、アメリカ海軍の原子力空母以外で、2024年現在、カタパルトを搭載している航空母艦は、世界で、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールただ1隻のみであり、同艦のカタパルトもアメリカが提供したものである。したがって、
これまで全くカタパルトを運用した実績のない中国海軍が福建ですぐに問題なくその稼働を行えるのかには疑問の声もあり、かつカタパルトで運用する艦載機の開発もまだ並行して行っている最中である。こうした点を踏まえると、中国海軍が福建を実際の航空母艦として想定通りに戦力化するにはまだまだ時間を要するのではないかと個人的には考えているが、日本としても警戒を怠るわけにはいかないだろう。ちなみにアメリカ海軍は2024年現在、ミニッツ級を10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻の合計11隻の原子力空母を実戦配備しており、これらを中核として CSG ・キャリア・ストライク・グループ、空母打撃群を編成、運用している。11隻もの原子力空母を中核とした CSG ・キャリア・ストライク・グループ、空母打撃群を編成、運用することにより、アメリカ海軍は、メンテナンス、訓練、実戦配備の3つのサイクルを回し、世界中の海域に展開を可能としている。これだけの数の CSG ・キャリア・ストライク・グループ、空母打撃群を編成、運用することで、少なくとも、実戦配備状態に、3から4つの部隊を常時稼働させることが可能となっており、アメリカの国際的な影響力の源泉とも言える。アメリカ海軍の CSG ・キャリア・ストライク・グループ、空母打撃群は、近年は、一つに、原子力空母1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻以上、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦2隻以上、ロサンゼルス級もしくはバージニア級攻撃型原子力潜水艦1隻以上、補給艦1隻で構成されている。これだけの随伴する艦艇を揃えることで、中核をなす原子力空母を、敵の攻撃から防御する体制をとっており、裏を返せばアメリ海軍といえ土原子力空母の安全な運用には護衛の艦艇を多数必要とするのが実態とも言えよう。実際こうしたアメリカ海軍の CSG キャリアストライクグループ空母打撃群に対し、中国自身も自国海軍の艦隊で対象戦を挑むことは困難と考えて、中長距離の地対艦ミサイルで接近阻止を行う手段を採用している。こうした状況に比して、今回の航空母艦3トンのルソン島西方海上およそ 370km の海域への進出は単艦で行われており、これは対象とするフィリピン側には有効な追艦兵器がないことを示唆するものだろう。フィリピン側は自国海軍に敵艦艇の攻撃に有効と考えられている潜水艦を保有できておらず、また自国空軍の機体も回転翼機が中心で、固定翼の戦闘機は韓国の FA-50 型戦闘爆撃機を少数配備するのみで、有効な追艦攻撃戦力がほとんどない。対艦兵装を装備したフィリピン側の戦力としては、同国海軍のコンラード・ヤップ級哨戒艦、元は韓国海軍を退役した歩行級コルベット1隻、ホセ・リサール級フリゲート、ベースは韓国海軍の仁川級フリゲートの2隻に搭載する追艦ミサイルに限られる。しかしこれらのコンラード・ヤップ級哨戒艦やホセ・リサール級フリゲートが搭載する艦対艦ミサイルは新しい校舎のものでも、最大射程はおよそ 180km ほどと短く、航空母艦3トン単艦でも脅威にはならないと中国側は考えているのだろう。さて、今回のニュースの主役たる中国海軍の航空母艦の3トンだが、基準排水量は5万6000トン、満載排水量は6万7000トン、全長は 315.5メートル、全幅は 38.0メートルの船体を持つ中型の航空母艦と言ってよい。3トンは、機関には通常動力を搭載しており、最大出力は20万馬力、最大速力は30ノットを発揮し、戦力としては艦載する J15 戦闘機を最大で36機ほど収容することができると目されている。この3トンは前述したように、中国の国産初の航空母艦であるが、ウクライナより入手した遼寧をベースに設計が行われたとみられ、2013年11月に起工、2017年4月に進水、2019年12月に就役を果たした。
航空母艦山東は中国海軍の南海艦隊南部戦区海軍に所属する艦艇であり、南シナ海を望む海南省海南島の最南端の三亜の海軍基地を母港としているため、今後も同海における威嚇に投入されると予想される。